論理ボリュームマネージャーは、物理ボリュームを提供する、ハードディスクなどのストレージメディアデバイスに、直接ファイルシステムをマップするのではなく、ソリュードのブロックにより一旦、論理ボリュームと呼ばれる、仮想化されたボリュームに束ねて利用するためのシステムである。一般的な議論については、英語版の EN、ロジカルボリュームマネージメントの記事を参照のこと。この記事では、HPUX 由来で、 いくつかの商用ユニックスとユニックス系で使われている一連の実装としての LVM について述べる。他のシステムでは、例えば ZFS のように分離しない形でファイルシステムの定例やとしてほぼ同程度の機能を持っているという場合もある。物理ディスクとの比較論理、ボリュームマネージャー以前、ユニックスのファイルシステムがその上に構築される、ボリュームは 単なるディスク上の連続したブロックでしかなく、単純にディスク全体、あるいは PC ユニックスでは MBR 内のパーティション情報、大型機メーカー系のシステムではベタックの情報によるディスク上の固定の範囲といったもので柔軟な管理が難しいものであった。論理ボリュームマネージャーはディスクを一旦ストレージプールに束ね、そこから論理ボリュームと呼ぶ仮想化、 抽象化された記録領域を構成し提供するといったような手法で柔軟かつ便利に管理するシステムである。LVM はそのような論理ボリュームマネージャーの使用及び実装の一つであり、以下 LVM について述べる。LVM 構成上の管理階層構造を説明する。物理ディスクとその複数の物理ディスクを管理するボリュームグループがあり、 物理ディスクをつなぎ合わせて大きな論理ドライブとして管理できる。その VG 上に論理的に設定される仮想パーティションが論理ボリュームと呼ばれる。物理ディスクと比較した場合、物理ディスクは LVM でいうところのボリュームグループに相当し、パーティションは論理ボリュームに相当する。LVM の管理下では、物理ディスクはボリュームグループにブロックを提供する。 メディアとしてしか見なされず、それ単体で扱うことは考えない。LV の上にファイルシステムを構築する形となり、ファイルシステムから見ると LV がディスクパーティションのように見える。基本的に以下の点が構成上の主な利点である。ファイルシステムを問わず論理ボリューム単位でスナップショットと呼ばれる論理イメージを作成することが可能である。これにより、特に db 領域のフルバックアップ作業やバックアップツールの運用において有利な対応を取ることが可能となる。ただし、サードパーティー製のバックアップソフトウェアを利用する場合、この機能は特に必要とされない場合が多い。また、一度設定した領域の動的な拡大、縮小が可能であり、システムを停止しないという機関系運用上の必須作業要件を満たしながら、一部の メンテナンス作業を実施することができる。これらの機能が、中、大規模の企業系システムでは必須の機能の一つで、あると言われることも、ある一方、障害時には、LVM が復旧をやや面倒にする場合もある。ことから、LVM は採用しないという企業があるのもまた、事実である。注意、以下のリストでは、この記事において、ここまでの説明で前提としている。 固有の実装としての LVM と、その他の一般的なボリューム管理システム、あるいは、ZFS など、同機能を持ったことる形態のシステムについて、ちゃんとした識別なくごっちゃごちゃに記述されている。さらに、全然関係のない、ジャーナリングファイシステムなども列挙されているので、何らかのサーベイの際には、一切当てにせずに調べ直した方が良い。この機能については、 サンジャパンのユーザーへの公式な回答に基づいている。CCD は RAID01 相当の機能しか持たず、またルートパーティションのミラーリングに対応していない。HPUX において VXVM、VXFS が無償というのは、o 絵、e、単位でのライセンシーとなり、OS 購入時にベリタス製品のライセンス料を払っているということになる。ベリタスの戦略上、 この価格が例に設定されているため、無償とされている。サラロシー8までは、OS 拡張であった、チャプター19ジオム、モジュラーディスクトランスフォーメーションフレームワーク、フリーブスドハンドブック、2008年3月3日閲覧、ドイデック、パウエル、ZFS、カミーテッドツーザフリーブスドベース、2008年3月3日閲覧、ありがとうございます。